フランシス・エヴァンズは、スピンから回復する最適の方法を調査したテストパイロットとは、新型あるいは改造型の航空機で特定の操縦を行い、その結果を測定し、設計を評価する飛行士である。自衛隊では試験飛行操縦士と称する。業務としては、機体の飛行特性や問題点を把握し、収集したデータをもとに、文章や言葉で開発者に伝えることである。 新型機の場合は操縦マニュアルの作成を補助することもある。テストパイロットは軍事組織や航空機メーカーなど航空宇宙関連の民間企業に所属していることが多い。軍用機、民間機ともに高度な操縦技量と状況を的確に伝える能力が要求されることからパイロットの中でも花形とされる。航空機メーカーでは テストパイロットによるグリーンフライトで不具合がないことを確認した後にオーダーに合わせた塗装と内装の取り付ける偽装と最終チェックを済ませて顧客に引き渡す。1950年代にはおよそ1週間に1人の割合でテストパイロットが死亡していたが1960年代以降航空機技術の成熟、地上テストの向上、シミュレーションの導入などによって危険は 急速に減少し、最近では実験機のテストを無人で行うことが多くなってきている。しかし、故意に失速させるなどの危険な飛行を繰り返すため、通常のパイロットよりも危険が伴う職業である。計測機器のチェックやデータ解析を担当する技術者は、フライトテストエンジニアと呼ばれる。航空機には乗り込まず地上で送信されたデータを監視することもある。 未知の状況への対処や状況を説明する能力を高める訓練を終了していることから、有人宇宙飛行の黎明期には、宇宙飛行士として、軍のテストパイロットが選抜されていた。陽気で恐れ知らずなイメージとは裏腹に、テストパイロットの資格を得るためには次のような能力が求められる。テストの理由や方法を理解するには操縦の、技量よりも飛行計画に従う能力や、 航空工学の知識をもとに疑問点を説明する能力が重要である。徹底的に正確で職業的な飛行が求められ、スリルや興奮を求める冒険的なパイロットたちには向いていない仕事だが、アルビン・ジョンストンのような無謀な飛行に挑戦する者も,も存在した。アメリカ空軍テストパイロット学校が使用する NF-420 名機には開発者がパイロットを務めることが、 普通であり、世界初の航空機パイロットである、オービル・ライトは同時にライトフライヤー号のテストパイロットでもあった。組織的な活動としてテスト飛行を始めたのは、第一次世界大戦中のイギリスのロイヤル・エアクラフト・エスタブリッシュメントである。1920年代には、イギリスのライアーアメリカのアメリカ航空、諮問委員会によりテスト飛行がさらに発展した。 1950年代には中はアメリカ航空宇宙局に変わった。こうした年月きを経ることで航空機の安定性や操縦性が向上し、テスト飛行はより科学的で質的な職業へと進化した。世界最古のテストパイロット学校はイギリスの RAF ボスコムダウンにあり、現在は帝国テストパイロット学校と呼ばれている。アメリカでは エドワーズ空軍基地にアメリカ空軍テストパイロット学校がメリーランド州パタクセントリバー海軍航空基地にアメリカ海軍テストパイロット学校アセンティープスがカリフォルニア州モハーベに民間の米国テストパイロット学校があるフランスのテストパイロット学校はイストルにあるエップナーである大日本帝国陸軍では飛行実験部大日本帝国海軍では 海軍航空技術省が試験を行っていた。自衛隊では航空自衛隊の飛行開発実験団及び海上自衛隊の第51航空隊においてテストパイロットを要請しており、飛行開発実験団第51航空隊及び陸上自衛隊の飛行実験隊がそれぞれ試験を行っている。初めて音速の壁を突破したチャールズ・イ、e、ー・チャック。 イエーガー少々と記録機のベル X-1 ありがとうございます。